ハパック・ロイド・フルーク3378便不時期事故とは2000年7月12日にドイツの航空会社ハパック・ロイド・フルークのハニア発ハノーファイキ3378便が燃料切れのためウィーンへ不時着した航空事故である。結果的に犠牲者は出なかったが機体は全損した。不具合によりハニア離陸後に降着装置の適切な引き込みができなかったため 念のため完全に展開したままハノーファーに向けて飛行した。ウィーンへの航路変更を試みていた際に、最終的に燃料切れとなり、滑走路のすぐ手前で不時着した。3378便の機長は、ボルフガング・アーミンジャーであり、中央ヨーロッパ夏時間10時59分に、ギリシャのクレタ島にあるハニア国際空港を離陸した。しかしその直後、 コックピットのギアアンセフの赤ランプとギアドアオープンのキランプが点灯し、降着装置を完全に格納することは不可能であると判明した。計4回にわたって格納を試みた後も装置は完全に展開された状態のままだったが、全ライトは巡航速度のために格納扉を閉じた有効な状態を示した。いずれにせよ着陸前に燃料を消費しなければ、 ならないので、3378便は、目的地のドイツへ向けて、飛行を続けた。副操縦士は、アカースやストックホルム無線局を通じた、航空会社との代替的な通信手段の確率に1時間近く、費やすことを余儀なくされ、技術競技のための単波無線局が利用できない、ことによって悪化した、より重いコックピットの作業負荷に、対処しなければならなかった。 パイロットらは飛行管理装置を用いて燃料消費量を予測し、ディスパッチャーと協議した機長はフライトを短縮して、別の A310 型機が乗客を最終目的地に送る準備ができているミュンヘン空港へ向かうことを決定した。しかし機長は、展開したままの降着装置によって生じる余分な効力を FMS が考慮するように設計されていないという事実を無視していた。 実際には予想外に燃料が激減したことから明らかになったようにミュンヘンは飛行可能圏内には入っていなかった。シスト正午頃にはこのことがオーストリアのウィーン国際空港へダイバートするよう基調に決定させた。その後まもなく3378便はギリシャ国内に残る最後のウェイポイントインへ飛行したが、 服装重視はすでに燃料の半分を消費してしまったことを基調に報告した。12時34分、FMS 予測によるウィーン到着時の燃料残量は1.9トンに低下した。こうした状況下では航空会社の規則は最も近く適当な空港へ直ちにダイバートすることを定めている。調査報告書はパイロットが直ちにこの状況に対応したという。 形跡はなかった。としている。9分後にザグレブ管制との通信があったが、パイロットは滑走路への最も直接的なアクセスを要求しながらウィーンの方へ進んだ。12時53分、パイロットはウィーン管制に対し、滑走路への直接アクセスができない場合は、より近いグラーツ空港への変更を希望すると通告した。これを受けたウィーン管制は問い合わせて、 最終的に3378便の燃料不足を知ったが、機長は未だ通常の着陸を想定しており、緊急事態を宣言しなかった。燃料残量が1.9トンを下回ると、副操重視は2度にわたって、緊急事態宣言をするよう機長に促したが、機長はこの判断を見送った。13時1分、自動的にアカースメッセージを生成する、LT。 フューエルローレベルの警告が1 3 4グラムの燃料残量を示した。この時の3378便は、ザグレブの北東7 8トル、グラー,アーツの南東1 5 7キロメートル、目的地ウィーンからは2 4 3キロメートルの位置にあった。13時7分、機長が未だウィーンへの到着を予定していると主張する。一方で、ようやく燃料不足による、 緊急事態を宣言した。この時点の機長はまだグラーツへのダイバートの可能性を議論していたが、3378便の地図集にはグラーツ空港の侵入経路図がないことに気づいた。13時12分、機長は3378便の苦境に対する FMS の寄与についてなおも議論しており、副操縦士は降着装置を展開した状態での その性能に不信感を抱いていたが、機長は FMS を擁護した。機長は、副装重視に対し、着陸後の緊急出動を要請せず、特にエンジンが停止した場合は、フラップの展開を遅らせるよう指示した。13時26分、右外部燃料ポンプの入り口で圧力が低下したが、ポンプ操作はされなかった。滑走路から 22km の位置で、両エンジンが停止したが、 複操重視は数分で第一エンジンのみは再始動させることができた。最終チェックリストのための時間がなかったため、ラントリカバリーのスイッチは無視され、低速時の安定制御に必要な補助翼の動作が制限された。左主翼のウィングチップフェンスが滑走路手前約660メートルの草地に当たると、続いて左後輪が22メートル後に破損した。 機体は侵入塔及びアンテナ列の上を第一エンジンと右後輪で滑り、左へ90度展開して誘導路を末端付近で停止した。緊急脱出スライドを使用した際の乗客約26名が軽傷を負った。事故現場の写真は機体が構造的に無傷だったことを示しているが、胴体下部への深刻な損傷により全損扱いとなった。 この事故の最終報告書は2006年3月21日にオーストリア連邦運輸局の航空事故調査委員会によりドイツ語のみで発行された。それによると、降着装置の格納が失敗した原因は整備時の軽微な見落としであった。ロックナットが適切に固定されていなかったため、ネジが徐々に回転して最終的に10ミリの重さが生じ。 装置の完全な格納を妨げていた。報告書では、なぜパイロットが、このような装置の比較的軽微な技術的不具合に、対して適切に対処できず、燃料枯渇によるエンジン停止に至るまで飛行を続けたのかいくつかの主因を挙げている。本報告書では、今後こういった問題を回避するためのシステム、文書、手順の改善について14の提言をした。 ハッパックロイド・フルークは事故の半年後に機長が自主退職したことを発表した。2004年にハノーファー地方裁判所は機長を航空交通への危険な干渉としてまたザグレブへ向かわなかったことで他者の生命を危険にさらしたとして金庫6ヶ月の刑を言い渡した。この判決は主要な裁判の2回の法廷だけではすべての証拠を提示して評価するには 不十分だと主張するドイツの法廷記者、ジゼラ・フリードリクセンにより非難された。ありがとうございます。